兼六園は日本の石川県金沢市に位置する歴史的な庭園であり、日本庭園の一つとして非常に有名です。その成り立ちは古く、江戸時代初期の17世紀に遡ります。兼六園は、当時の金沢城兼六城の城下町に位置していました。庭園の設計は、水を中心とした風景の美しさを重視する日本庭園のスタイルを取り入れています。庭園は6つの異なるエリアからなり、それぞれが独自の特徴を持っています。例えば、有名な池泉回遊式庭園では、美しい池や滝、石垣などが配置され、訪れる人々に自然の美しさを体感させます。現在の兼六園は、日本の重要文化財に指定されており、多くの観光客や地元の人々にとっての憩いの場となっています。その美しい景観と歴史的な価値は、金沢市の象徴的な存在として認識されています。兼六園の魅力は四季折々で異なり、桜や紅葉の季節には特に多くの人々が訪れます。庭園内には伝統的な茶屋もあり、日本の茶を楽しみながら景色を楽しむことができます。兼六園は日本の伝統的な庭園の美しさを存分に味わえる場所であり、その成り立ちと現在の姿は、日本の歴史と文化の一端を伝える重要な存在です。訪れる人々にとっては、心を静める場所としての価値も持っています。